パート3では創価学会がなぜ影響力を持つようになったのかそしてその後の公明党としての政治との関わりさてこのパート4では今話題になっている統一教会についてお話を及ぼしていくことにしましょう統一教会これはあの日本の宗教ではなく半島から生まれた宗教 そして文鮮明というそういうお方の、えっと、宗教だというくらいまではリスナーの皆さんもご存知かと思います。一体この統一教会というのがあのどうして教えを広げることができ、まず半島で、そしてなぜ日本にも進出できたのか、この辺が分からない人も多いと思うのですが、森先生、どんなふうに思ってらっしゃいますか僕もね、最近あの調べ始めたので、まだその途中なんですけども、 非常に面白いですね、この統一教会が面白い。はい、面白い。それでね、あのー、根本教義の中に、はい、人間の罪っていうこと言うわけですよ、はいうん。で、まあ、キリスト教では現在って言いますけども、うん、えっとどなたかご質問ありましたね、その現在に関して。あ あのロシアの、えー、と<あ>ロシア正教では原罪がないっていのは本当ですか、はいはい、っていうご質問でしたね現在、はいえーっ,ね、っていうのは、最初の人間のです、ね、アダムとイブがエデンのそので、えー、蛇すなわち悪魔、サタンに、えー、とたぶらかされてで、えー、知恵の実という木の実を食べてしまったところから、原罪が起こると。 いいうふうふに、えー、説明されています、はいはい、ただしあのこの現在っていうものをですねあのキリスト教の教義の、まあ、中心に据えたのはあのローマ末期のです、ねえー、アウグスティヌスって人です。ええー、アウグスティヌス。でアウグスティヌスさんはですね、はい、実はそのクリスチャンになる前は、うん マニキョートからキリスト教徒に、はい、おもしろそうなお方です。でマニキョってのはあの肉体は悪だ。うん、ね肉体は汚れてると。うん、肉体は赤魔が作ったと。こういう教えですよね。うん、はいで、この方自身が、すごくその、まあ、肉欲に、うん、あの振り回されて、うんで、とある女性を不幸にしたとか、いろいろあってですね。うん でそのことをすごく生涯あの自分はダメだダメだって追い詰めてあってでその自分のダメな部分はどこから来たかっていうところをこう探っていってまずマニ教に行ってでそのっ、えー、とでキリスト教の,その旧約のです、ねえー、とエデンのその話にたどり着いて、はいえー、これだと、うん、このサタンが、えー、アダムとイブをたぶらかしたんだっていうふうに彼は そこからですね、原罪論っていうのが、キリスト教の根本教義になっていくんですよね。うん、ただし、この時はもう、あのローマ帝国、東西に分かれていって、うんはい、アウグスティヌスさんはその西ローマ側だったんですよ。あの人は北アフリカの出身なんで。ですから、そのアウグスティヌス的な原罪論っていうのはあの、カトリック教会に受け継がれていった。ということはあの、ビザンチンの方には行かなかったわけですよね。だからロシア正教では、うん、なるほど。はい、はい だから全くないわけじゃないんだけども、そんなにあのなんていうかな、重視しないっていうか。うん、うん。それで、このカトリックの現在論をさらに、えー、研ぎ澄ましたのが、えー、とルターやカルバンの時の宗教改革で。あゅ信教の方の方々が。はい。で、その、えっ、ー、と、 特にカルバンですね、はい、えとカルバンの教えの中にこの原在論というのが、えー、と重要な位置に位置づけられていて、はいうん、だからカルバン派っていうのはこう禁欲を訴えるんですよ。うん、そして勤勉を何か言ってるような気がします。ひたすら働いて欲望に身を委ねるらっていうのがこれカル,バンのカルバン派の特徴ですかね。うん、だからあの、えー、とあのの イギリスのプロテスタントでもなんか先鋭的な原理主義者みたいな、うん、えとお方が出てくるんですよねクロムウェルみたいなそうですそうですあれが極端なんですよねあのピュリタニズムっていうのが、うんうん、それでこのカルバーン派の人たちが、えー、と19世紀に朝鮮に入っていくんですよえカルバーン派が19世紀に朝鮮に、はい はい、これ、長老派と言いまして。はい。それで、今まで朝鮮にはカトリック教会が普及していたんですけども、全然うまくいってなくて。うん、うん。それで、カルバン派はですね、どうやったかというと、朝鮮の土着信仰を受け入れたんですよ。長老派が受け入れた朝鮮の土着信仰、はい。はい、その朝鮮の土着信仰っていうのは、シャーマニズムなんですよ。はい。神がかり。 あのいたこ芸ってやつですねだから、あのー、中山育さんとか出口直さんみたいな人がいっぱいいるわけですよ。なるほど、<laughs> なるほどあ。あれもシャーマニズムでした。それをキリスト教の,あの儀式で取り入れるんですよ。うん、だからみんなで叫んで、あのー、神が降り立ったとかやるわけですよね。でトランス入るわけです、ね。トランス入るんですよ。う それであの爆発的に広まっちゃったんですよ。だから、韓国では、えー、と人口の3割がクリスチャン、はい、その多くはその長老派のプロテスタントなんですよ。で、蓋を開けると実はシャーマニズムなんですよ。うんうんうん なんかキリスト教がいっぱい広まってて、うん、で、韓国人に聞くと、あの実はトマスですとか、うん、あのそういうお名前が出てくるんですよ。トマスって何だいそれはもうキリスト教にも回収しちゃってるわけですね。洗礼、うん、名といいましょうか。で、そういう伝統伝統があり、もう植民、はい、日本領時代から。うん、はいでその えと長老派系のいろんな教団を渡り歩いていたのが、うん、あのムン・ソンミョン、ムンセンメイって人なんですよ。はいはい、そうすると、これ全部つながるじゃないですか。うんうん、古代のマニ教からアウグストゥネスを通って、うんで、カルバン派になってで、長老派、韓国に入ってきて、で統一教会と。だから、韓国の,の根本は、現在なんですよ。うんうん 人間はそのままでは汚れちゃってるわけですよね。汚れちゃってる、うん、うん。それで、えっ、ー、と、だからもう一回人類創造をやり直さなきゃいけないって言で,、うん、でそれをねあの、最初にやろうとしたのがキリストだって言うんですよ。うん、イエス・キリスト。はい。で、本当はイエス・キリストが第二のアダムになって、うん、でちゃんと奥さんもらって、そこから新しい人類が生まれるはずだったんですよ。うん、ところが、 イエス様は独身のまま捕まっちゃって、十字架にかかっちゃったじゃないですか。うん、うん。だから、えー、神は第二のイエス、はい、あるいは第三のアダムを地上に使わせたんですよ。第三のアダム。あ第三のアダムが、えっ、ー、と、文鮮明さんなんですね。だから、えっ、ー、と、文ンンョ明から新しい人類が始まるんですよ。統一教会によると。うん とことは韓国から始まるってことですねムン・ソンミョンがアダムで,で奥さんの,あの、うんね、白蛇さんがエヴァなんですよイブなんですよイブなんですね、はいはい、であのファミリーが新しい人類なんですよ、うん、それでその第3のアダムであるムン・ソンミョンの祝福を受けた結婚によって結ばれたカップルとその子供たちも救われるんですこれが集団結婚式なんです ってことはみんな危機としてその集団結婚式に行くわけですね。すねこれでやっと自分、そして自分の子孫も永遠に救われるんだということでね。そしてその第三のアダム、第二のイエスであるムソンソミョンが生まれた韓国は、うん、これは聖なる国なんです。うん、新たなエルサレムなんです。うん、で、その新たなエルサレムをあの支配した、ね、あのわ,けのわからん多神教の日本は、これは れた国なんです、うん、だから、えー、とこの汚れてしまった日本人を救うためには、その罪滅ぼしとして、財産を寄進しろと、うん、韓国に。うんうん、それから、えーと、日本人女性は、韓国人男性と結ばれることによって救われるんです。うん、こういうい競技です、うん、なんかゾッとしてきました。<laughs> はい、うん それで韓国の農村に、わけも分からず送られた日本人の女性がいっぱいいると聞きました。だから、こういう協議を知っていれば。うん、あの、集団結婚式も、うん、霊感商法も、全部説明がつくじゃないですか。 そこにおそらくは日本の戦後教育の,あの自虐的なものも非常にあの混ざり合って日本人の中の変な食材意識とこのどいことしたんだっていう意識が強い人は引っかかります。あ私が上がらないとみたいな韓国の農村に行ってこれも勘違いもええと思うんですよね、これ。うん、で、今話したその統一教会の議っていうのは キリスト教とは何の関係もないです。これはムンソンミョン教です。はい、だから、キリスト教の最低、あるいは聖書の最低限の知識があれば、うん、そんなバカな解釈ねえだろうって気づくんですよ。はい、何も知らないから引っかかるんですよ。うん、ってことは、やっぱりある程度その、さっきの話じゃないけど、学校教育でそのキリスト教とは何か、イスラム教とは何かの大まかな、えっと、教育でも受け取るべきですよね、仏教とは何か。はい はいうん、先生、ここで次のパート5、最後の、えーとはい、パートで、統一教会と政治、はい、どうして自民党議員があんなに、えー、と入り込んじゃったのかっていう、はい、ここに、えー、と話を移しましょう。はい